いなしを知ろう、キョロキョロ稲田に。長野県伊那市は人口約 6.5 万人、面積約660平方キロメートル。この面積の大半を覆う2つのアルプスと森林に囲まれた自然豊かな町です。伊那市は山と山に囲まれた位置にあるため、古くから伊那谷と呼ばれており、自然を生かしたアクティビティや産業が盛ん。そんな伊那市を4つのテーマからご紹介します。1、自然。3000メートル級の南アルプスと中央アルプスに囲まれた伊那市。桜、パラグライダー、登山、キャンプなど自然を満喫できるアクティビティがたくさん。雄大な景色とともに訪れる人を魅了します。2、林業。森林豊かな伊那市では、木材生産だけでなく、薪や炭、農業用の肥料など生活の中で活用されてきました。さらに近年、その魅力を産業に役立てようと、製材所、林業事業者、大学などが産官学連携をして伊那産木材の市場価値を上げるため、みんなでチャレンジしています。3、農業。伊那市ではお米から果物、野菜、花まで何でも作ってるのが魅力。2つのアルプスから豊かな水がとうとうと流れ、適度な日照と高い標高による寒暖差は、農作物を作る環境として最高の土地なのです。そうそう、一次産業の近代化に欠かせない先進技術の導入にも積極的。ドローン技術を使った農林業技術の革新など、信州大学農学部を中心とした産学連携プロジェクトから生まれています。4、先端技術。伊那市の先端技術への取り組みは農業だけにとどまりません。林業では森林を計測して木の分布や樹種の判別をしたり、同じくドローンを中山間地域への輸送に利用しています。そんな伊那市、東京名古屋からはバス1本で3時間。自然と共存しながらも生活しやすく、産業、クリエイティブに集中できる最高の設備、環境が整っています。おいでよ、伊那谷。デイダラぼっちも待ってます。